やあ、元気だった？今日の話は、火と風の使い方を人間に授けてくれたありがたい神たちの末路についてだ。火と風の使い方を勝手な判断で地上に伝えた罪で、二人の神はこの苦渋牢に閉じ込められた。でも寒さや飢えに苦しむ声の代わりに、人の笑い声がこの塔の中にも聞こえてきたんだ。だから彼らは自分たちのしたことを後悔しなかった。ここまでは美しい話だろ。でもね、後悔しなかったのは、火と風を使って人が殺し合いを始めるまでのたったの1年だけだったのさ。まあ、よくあるオチだよ。突撃！
戦果はいかがでした？